やべえ、寝坊した。おはようございます。今日が香港来て5日目の朝ですね。やばい、寝坊した。もうあと15分でチェックアウトしなきゃ。ちょっと急いで準備しよう。なんで起きてた？起こして起きてなかった？今起きた？よし、片付いた。よかった。よし、じゃあチェックアウトします。はい、無事チェックアウトしました。で、今日はね、移動で今いる香港からマカオに移動しようと思います。カジノがいっぱいあるね、マカオで。マカオ行くには海隔ててるんですけど、バスで行くかフェリーで行くか選べるんですけども、バスの方が安いんですけど、ちょっとよくわかんないんで、一旦今日はフェリーで行こうと思います。なので一旦今いる場所から電車乗ってフェリー乗り場に向かおうと思います。はい、じゃあ行きます。今日も暑いわ。このオクトパスカードはここにオクトパスされるから、オクトパスっていうのかな。はい、電車乗って1個隣のこのシュエンワン駅で降りました。 D の出口からマカオフェリーターミナル出てるんで D から出ます。あ、もう駅の中から直結してんだな、フェリー乗り場に。あ、ここだ、この赤いところ、ここでチケットを買うんだ。はい、チケット買いました。これ香港からマカオまで片道160ドルでした。3000円ぐらいかな。はい、で行き先が2種類あって、タイパーってところとアウターってところがあるんですけど、聞いたら俺たちが今日泊まるホテルはアウターの方だったんで、アウターで取りました。これが値段表っすね。この一番安いエコノミーの160、この平日これにしました。で、今から2時間後に出港だから、ちょっと2時間時間潰そう。やっぱチケットで買っといたらな、事前に時間指定できるんだけどな、当日来るとやっぱ結構待つんだよな。焼肉ライクだ。イケメンのカーネル・サンダースだ。おちょこはマック食べるそうです。はい、席空いて座って、おちょこは買ってきました。マック何頼んだの？ビッグマックセットとエッグマフィンをつけた。まあ1000円ちょっとか。トイレちょうだい。冷たい。よし、じゃあもうそろそろ船の時間に近づいてきてから行こう。こっちの西橋っていう方かな、から乗るのかな。ここだ、ターボジェット。なんかまたチカチカが始まっちゃったな、GoPro の。はい、今イミグレーション通過しました。普通にパスポートを機械でピッていっていくだけで、何もチェックとかなかったね。写真撮られたぐらいで、スタンプもされなかったもんね。そうだよな、マカオって外国なんだもんな。普通にちょっと場所移動するだけのノリだったけど、国境をまたぐんだもんな。それで席決めんだよ。よし、いっぱいいるな、乗る人。で、今のカウンターで席のシールを貼られました。32の L と K。 何これ、浮き輪？なんでこれ今出したの？船乗るときいつもね、溺れたときのために浮き輪持っていくんだ。あ、もしナンパしたときにこれ助かるのか。笛は？笛、前笛持ってたよ。いや、俺タイタニックお前好きだからな。タイタニックの悪影響だな。ありえないよそんなの。あ、この船で行くんだ。あ、綺麗、立派な船だ。ここだ、席。いいじゃん、これめっちゃ座り心地いいじゃん、このシート。なんか快適な船の旅になりそうじゃん。めっちゃテンション上がんない、やっぱ船って。もう出発した。早いな、行ってきます。また持ってくるけどな、香港もな。で、こっから1時間ぐらいかな、マカオまで船で。いや、もうしぶきで窓がびしゃびしゃになった。よし、着いた、マカオ。で、俺は7年前もマカオ来たから2回目のマカオだね。お前も1回来たことあるんだよね、前。で、香港で買った SIM はネット繋がんなくなりました。こっから入国審査があんのかな、入港審査。はい、入国審査完了して、マカオに入国しました。またパスポートはね、スタンプをされずにこんな紙を一緒にもらうだけでした。はい、おちょこは両替しました。これ通貨がよくわかんないんだけど、1万円両替して 538.8MOP マカオなんとかなりました。今来たのはターミナルマリティモ・デ・パッセージャーズ・ドゥ・ポート・エクステレアなんだ。よし、じゃあちょっと今日から泊まるホテルは予約してあるんで、ちょっとこのホテルに行くバスないかちょっと探してみます。ちょっとバスよくわかんないんで、ここからホテルまで歩いて 5,6 分なんで、ちょっと歩いていきます。あの橋が多分香港とマカオを結ぶ、なんか世界一長い橋みたいなやつだ。あれでバス乗ったらこれで行き来するんですよね。でっかい銀ギラのカジノがいっぱいっすね。成人展。なんかネットつながってなくても Google マップだけはなんか現在地がねなんか分かるんでありがたいですね、こういう時 Google マップ。おし着いた、ここだ。ここが今日から泊まる、マカオのホテル、カーサリアルホテル。すげえ、めっちゃいいホテルだ。やば。こっちがフロントでこっちがカジノなんですよね。1階にカジノも入ってるんですよ。はい、チェックインしました。そのプールもあんだよね、5階に。うわー、きれい。うわー、景色はなんか変なの、なんか空き地だ。こっちに物置やってもあるし、棚もあるし、テレビもあるわ。でデスクもあるし、ベッドもダブルサイズツインみたいなでかいのが2個だ。で水場は、うわー、すげえ綺麗なトイレと、あと風呂だ。浴槽がある。私の水もあるし、冷蔵庫もある。これ有料だよね。ジュース飲んだら取られるよな。でもこんなの取ったって飲んだってバレないじゃんって思うけどね。普通の金持ちのホテルってこういうの飲んでいいのかな。ああ、最高。あ、そっちは私ね。うん、中国人か。はい、でここの気になるお値段なんですが、2泊で2人で3万1650いくらとか損害でしたね。はい、3万12,000円ぐらいだから1泊あたり2人で1万5,000〜6,000円ぐらいだったね。うん、まあでももちろん高いけど、過去最高に俺泊まった中で高いけどさ、もっとでも基本高いもんね、マカオのホテルなんて。有名な多分ね、いろんなカジノごとに多分ホテルも入ってるだろうからさ、もっと高いとかもっと高いだろうからね。いやでもいいわ、ここすごいいいわ。ちなみにこのタイの MBK で550円ぐらいで買ったこのコンセントの変換器、これもね、前の韓国もそうだし、今回の香港マカオも使ってて重宝してます。よし、じゃあちょっとプール行ってみよう。行ってみよう。イーストキャッスルスパってやつも入ってる、4階に。何なんだろう、スパかな。なんかおじさんのスパ。え、おじさんのスパ、うん、風俗的なこと。そう。ホテルの中にすげえスイミングプール、遊泳池っていうんだ。あ、ジムもある。はい、なんか入りました。ロッカーの鍵もあった。ロッカーもある。よし、オッケーで、水泳キャップもね必要って言われましたね。はい。あ、すげえ。あ、屋内プールだ。うお、すげえ。なんか天井が、空が、お、あったけえ。あ、いいじゃん。世界のバンクホーリーやったみたいだよね。ね、こんなところ泳ぐの初めてだ。初めてだわ。わあ、すげえ。はい、泳いだ。ちょっとこの下の4階も行ってみようよ、なんとかスパ。湧いてなかった。よし、じゃあカジノの街に繰り出そう、早速。うん、ではまずお腹空いたよ。じゃあまず飯食うか。うん、なんかおちょこが言うには、この泊まってるホテルの隣に1階のなんか外に安い飯屋があるらしい。ここ？本当に？なんかすげえちゃんとしてそうだけど。じゃあこれとこれ頼むか、比較的安めの。うん、来たラーメンとこの旬の締めみたいなやつ。じゃあこっちのラーメンから食うか。なんかワンタンも入ってる。あ、麺もうまそうかも。うん、なんか香港のと違って。うん、うまい。麺が細いけどプリプリしてて、日本の卵麺と近い。うん、ワンタンもめっちゃうまい。ワンタン、エビ入ってる。スープも上品でうまい。これは本当安いのにうまいんだ、ここ。よくやった。いいとこ見つけたじゃん。しかも24時間ね、すごいな。じゃあ次にこの焼きそば。うん、うまい。なんかケチャップみたいな甘辛い味の。うん、め、ここうまいじゃん。これは心強い。ワンタンうまいよね。これ嬉しいわ、安いのに。安いっていうか、まあ普通うまくて。はい、ごちそうさまでした。うまかった。めちゃくちゃ美味しかった。でお会計したんだけど、香港ドルでも払えるって言ったんだよね。でそのパタヤじゃなくてなんだっけマカオの通貨のパタカでも払えるんだけど、香港ドルで払ってもどっちも同じぐらいだった。だからパタカとマカオの香港ドルの通貨ってほぼ一緒なんだね、うん、ちょっと香港ドルとか少し高かったけど変わんねえんだ。まあよかった、このまま香港ドル使えんだ。よし、うまかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、じゃあちょっと街を歩こう。すげえ、こっちいっぱいあるわ。ギンギラ看板が、娯楽場さ、カジノのことか。わあ、すげえ。ここがリズボアってとこだな。でこっちにあんのがグランドリズボア。ほんと何これ、玉ねぎ。これ下から見ると分かりづらいけど、上のこれもすごいんだよね、このウルトラマンの敵みたいなやつ。ちょっとじゃあ入ってみよう、こっち。おお、なんかデパートみたいな感じなのかな。あ、違う、こっちが、この先がカジノだ。すげえ、これもなんか象牙なのかな、めっちゃ細かく彫られてる。万里の長城を見て、わあ。でちょっとカジノ行ってみよう。ちょっと一旦カジノの中撮影できないんで、一旦ここで切ります。はい、カジノしてきました。まあまた例のごとく少額でねかけて結局全部負けちゃったんでマイナス200円ですね。でおちょこもプラマイゼロだよね。プラマイゼロのとかで一旦やめときました、怖いから。あんまりちょっと勝てねえな。まだ初心者だからね。なんか普通に短パンに、あ、連携始まった。あ、本当だ。うわー、これが15分ごとにこのウィーンっていうところのホテルカジノで流れてんだよね、噴水ショーが。すげえ。すごかったカジノ、カジノじゃねえ、噴水。すごい綺麗だったね。でさっき言いかけてたのは、ちなみにさっきのカジノは別に短パンでクロックスで入っても何も言われなかったよね。うん、じゃあちょっとこのウィーンのカジノも入ってみるか。うん、おお。はい、カジノ行ってきました。いや、ちょっとギャンブルやんなことがすごかったね。マジさ、飲み物が飲み放題でさ、すごかったよね。コーラもスプライトも飲み放題、しかもレッドブルも飲み放題で、タピオカミルクティーも飲み放題だったんだよね。しかもコーラにでかいレモンを入れてくれたよね。そうそう、もうハイブランドだらけだな、入ってんのも。何も言われないけど、さすがにこのジャージ、短パン、クロックスがちょっと恥ずかしくなってきたわ。なんだここ、なんか始まった。すげえ、もうみんな動画撮ってる。すげえ、さらに開いた。神が降りてきたみたいだ。え、おお。ああ、終わった。いやー、すごかった。すげえ、あれがマカオタワーだ。バンジーとかできるところ。あ、ここもすげえ立派だな、 MGM マカオ。あ、ここもカジノある、ちょっと行ってみよう。はい、カジノ行ってきました。また飲み物いろいろあってね、タピオカミルクティーあって、ミルクのタピオカ飲みました。またゲームしないで。でパンもあったね。次は甘いパンと、ちっちゃいけど甘いパンとしょっぱいパンがあって、あれも食べ放題だったもんね。うまかったし、すごいわ。ほんと飲む食うに困んねえわ、ただでマカオこじりまくってるわ。すげえ。映画の最初に出てくるあの MGM でしょこれ、多分。すごい、もうすぐ10時なのに、もう本当カジノとかこういうの24時間やってるからさ、もう夜通しブラブラ遊べるわ。しかもこういうカジノとかホテルってさ、大体フリー Wi-Fi が飛んでるからさ、全然こっちで SIM 買わなくてもネット繋げたくなったらこういうとこ入りゃ繋げれるわ。すげえ、これ何の行列だろう。タクシーかな、もしくはでもシャトルバスもね、無料シャトルバスも出てるから、それかもな。すごいな、もうちょっと歩けばなんか立派な建物があるな。お店も全然夜だけどやってるし、これ何なんだろう、マジ眠らない街だな。もう夜までこうやっていろんなお店やってるから、やっぱさ24時間のカジノとか24時間の飯屋も多いんだろうね。最高だな。すげえ、このラーメン、アワビと、これなんつうんだっけ、ナマコか。何このラーメンすごいね。でこのさ、ラーメンって縦書きにするとみんなどこの国も間違えてこうやんだよね、棒。こうしたいような本当に。てかフカヒレとさアワビとナマコが入ってるよ。これも食えんだナマコって。よし、じゃあもういろんなホテルのカジノ回って楽しんだからもう帰ろう。疲れた。あとはコダバスでこのバスの10の B に乗ればホテルの近く行くって言ってたな。来た。多分これだ。教えてくれてたやつ10の B。Two people。なんか適当に20香港ドル2人分で払わされちゃったらお釣りもなしで。香港ドルだってあれ6って書いてあったからね。ちょうど持ってらっちゃダメなんだね。現金で払うならお釣りなんか用意してないから。はい、自分のホテル帰ってきました。涼しい。いやー疲れた。結構いろんなホテルのカジノ回ってみたな。でも俺前その7年前来た時はもう一人でこっちもうチョンキンマンションに荷物も何連箱置いといて荷物置きっぱなしして最低限の荷物でこっちでマカオまで船で来てフェリーででもこっちではホテル高いから取んないでもう一晩中このマカオ中のホテルうろうろしていろいろあるじゃん。座れるとことか飲み物とかもあるしで一晩開けて帰ったりしてたからね。あと今日上げた動画めっちゃ俺言われてるじゃねえか。お前チョンキンマンションに連れてったやつだってさ、あんな犯罪みたいなさ、警察がさ、こっち入っちゃいけませんみたいなテープで仕切ってる中に泊まらなきゃいけないんだからな。だから何事も経験だろう。はい、おはようございます。おはようございます。今日がマカオに来て2日目の朝っすね。香港に来て6日目の朝。やっぱめっちゃ寝心地よくて快適に眠れましたね。たくさんここのホテルいいホテルなんで。はい、よし、じゃあ早速ちょっと着替えて今日も昼間のマカオにちょっと街に繰り出していろいろちょっとカジノとかホテルとか施設とか行ってみよう。オッケー。よし、じゃあ準備して。はい、よし、じゃあまずホテルのこのシャトルバスこれに乗ってアウターのフェリーターミナル昨日着いたところに行こう。大体ホテルやカジノはねこういう無料のシャトルバスがあるからこれ使えばね無料で移動できるんだよ。いろいろマカオの中。ギリ最後の2席が空いてた。じゃあまずフェリーターミナルに向かいます。まあすぐそこなんですけどね。はい、アウターフェリーターミナル着きました。でここのバス停からいろんなカジノとかホテルとかそういう施設ね出てるシャトルバス無料シャトルバスが出てるんでここはちょっとなんかバス乗ります。なんかこのバス乗ったらいいっぽいんでちょっと乗ってみます。出発した。この橋を渡ってタイパっていうあっち側に行きます。あっちも今橋を作ってんだな。よし、着いたベネチアンマカオ。ここもね結構でっかくて多分有名でなんかカジノとかホテルも入ってるのかなで商業施設とかも入ってると思うんでちょっとじゃあ入ってみます。でっかいな。この奥がカジノなんだよね。すげえ、ほんと空見てヴィーナスフォートみたい。確かに。あとなんかラーメン博物館も思い出すわ。すごいね、ベネチアってこんな感じなのかな。すごい船乗りがいる。みんなこうやって写真撮ってる。ドラえもんだ。フードコートだ。めっちゃ人いっぱいいる。いろいろ飯屋あるけどまあまあするな。たい焼き1個だけでも600円ぐらいするからな。なんかこのローズストーズベーカリアのカフェっていうところのこのエッグタルトがねうまくて有名らしいんだけどもう死ぬほど並んでるからいいや。ユニクロだ。無印もある。道化師だ。エイプだ。ベビーマイロだ。懐かしい。かっこいい。ちょっと一旦ここは出るか。すごいよ本当に。何回もすごいすごい言ってるけどこっちに湖もあるし汚ね川。すげえ、これなんかピーターパンが飛んでたとこかな。周りをくるって金持ち音楽がずっと流れてるわ。でけえ、これ何タワーだろう。なんかいろんな国の要素が混じってるのかな街に。はい、ちょっとここのスタジオシティっていうこれもなんかいろいろ入ってる商業施設みたいな感じかな。ちょっと入ってみます。もうどこも大体ハイブランド入っててカジノ入っててホテル入ってみたいなとこなんだな。ちょっとマックあったんでおちょこがマック食べるそうです。はい、来ました。これエビカツサンドみたいなやつだよね。すみっこ暮らしだ。中もすみっこ暮らし。すげえな。でこっちがなんかエッグマフィンみたいなやつだよね。全部1111円、結構2000円以上だもんね。うわうまそう。じゃあ一口だけ食べていいよ。 ありがとう。貧乏だな。うめえ。ケチャップはなんで売るためだよ。妥協してマック食いやがって。でもいや、人がね、どこ行こうって言っても嫌だ嫌だって言うんだよね。お金ないから。高すぎんだもん。でみんなすごいさ、マックもそうだけど飯残しまくってさ去るんだよね。もったいねえって思ったけど、そういう文化なんだろうね中国は。全部食ったらなんか足りなかったみたいなやつあるけど、シンプルにもったいねえよな。でも食べたいよな。はい、ごちそうさまでした。インドアウォーターパークだってここ。すげえめっちゃ楽しそうだけど、これ値段見たら1万円オーバーだ。大人やば。子供でも7000円ぐらいだ。高え。バリ高だろ全てが。日本安いマジで。なんか安めのご飯屋さん見つけました。なんかここ結構全部1000円以下ぐらいで食える。1000円ぐらいかな。じゃあこの鴨肉と卵焼きと焼きそばのやつにしよう。来た。結構待ったけど、これ鴨肉の焼きそば頼んだけど、そっか麺がないって言ってたんだ。なんか言ってたけど、鴨肉卵焼き丼だ。でこれが53香港ドルだった。うん、うまい。しっかり味付けされた鴨肉、なんかパストラミみたい。パストラミって言うよね。あれ鴨肉だよね。うまい。うん。こっち英語が通じないよね全然ね。バスって言っても昨日通じなかったもんね。バス乗りたい時バスって。バスが通じないんだよ。テムジンって言えばいいのかな。わかんないけど本当。ポルトガル語なのかな。ないっていうかわかんないしね、あっちも。はい、ごちそうさまでした。はい、ちょっと今ここのカジノでちょっとゲームしてきました。飯もあったね、またね、ソーセージパンとかタルトとか無料のあってね。よし、まあ、とりあえず一旦出るか。ここはああすげえ。もうまたベネチアに戻ってきて迷った。外出れなくなった。ああやっと戻ってこれた。ホテルウエストロビー。ここからシャトルバス乗ってきたんですよね。はい、よし、じゃあもうシャトルバス乗って一旦泊まってるホテルの方戻ろう。もう他にもちょっといろいろ見たかったけどな、もう疲れたわ。もう多すぎだしややこしいし、もう1日で全部見たいとこもあんの無理あんな。でかすぎるし広すぎるわマカオ。あ、やっとバス来た。乗れる。でこれに乗ってサンズマカオっていうホテルに向かいます。よし、着いたサンズマカオホテル。一旦自分のホテル帰ります。帰ってきた。あ、たくさん泳いだ。よし、ちょっと腹減ったから晩飯食い行こう。ライオンズマンションみたい。昨日も来たここの24の町中華食べようと思います。安かったんで。今日は何食うか。まず卵サンドが来た。もうほんと普通の卵サンドだ。来た棒餃子のせ焼きそば。なんかほんと焼きそばみたいな見た目だ。うまいうまい。麺はお米のちゃんとした麺って感じ。ソースの味じゃなくて中華のおやつの味ですね。じゃあ次この棒餃子。うまい。エビが入ってるやつだ。エビが入ってる餃子はうまいな。シューマイって感じか。蒸してるもんね。うまいわ。はい、ごちそうさまでした。そして最後ここのレジェンドパレスホテルっていうところのカジノと、あとあっちにある海立法っていうのかなっていう、あそこの青いところのカジノにちょっと行ってみます。もうラストな。はい、カジノ行ってきました。やっぱちょっとダメでガジュできなかったらルーレットが少ないんだな、やっぱこっちは。ルーレットしかできない。そうそうで、大小みたいなちょこちょこあるけど、人パンパンだったから、ちょっとやっぱ夜のは混むんだな。で今言ったこのオーシャンスみたいなところはカップラーメンね、無料で食えたよね。そうだな、一食浮くな。いや、てかもう本当普通にさ、ジュース飲めるし、飯食えるし、カップラーメン食えるし、パン食べれるし、で Wi-Fi もあるし、移動もバスあるしさ。別にご飯浮くな。てか全部浮くよ。ホームレス、ここでやるんだったら絶対マカオでホームレスしたら食うに困んないな。でもホームレスいないよね。なんかみんな潤ってるよな。いや、そういうことはちゃんと管理されてんじゃない。よし、じゃあもう帰るか。はあ、楽しかったな。楽しかったね。いろいろ食って飲んでしたな。ただで。マカオいいとこだね。お前めっちゃ気に入ってたもんな。すごい大好き。やっぱ雰囲気がな、綺麗でなんか高貴な感じしたもんな。なんかお城みたいなとこばっかり。おしゃれだよな。